仕事が任せられない、自分がやった方がパフォーマンスが高い、毎日イライラしてなんかカリカリしてるような、10年後のあなたの未来っていうのは全く違ったものになってくる。高社長のチーム D 大学。さあそれではチーム D 大学行ってみましょう。今日のテーマは仕事を任せるシリーズ第1弾、仕事が任せられない、何でも一人でやってしまう人の特徴。さあ皆さんは仕事を任せるのが得意でしょうか？何でも一人でやってしまうっていうのはなかなか悩ましいことですよね。でもこれは皆さんのある長所が原因なんですね。その皆さんの長所を生かしていけば、何でも一人でやってしまう人から任せ上手に脱却することができます。今日は何でも一人でやってしまう人、そんな人に向けてどうすれば任せ上手になれるのか、その発想の転換、強みの生かし方、これをお届けします。それでは行ってみましょう。まず皆さんはこんなことで悩んでいないでしょうか？仕事が任せられない。仕事を任せたいけど自分でやってしまう。一旦任せたけども結局自分でやってしまう。なんとか任せようと思って一旦任せては見るんですけども、結局いいアウトプットが出ないとか、いろんな理由で自分がやってしまうんですね。自分でやった方が早い。なので任せない。結果いつまで経っても部下が育たない。そして会社からの評価が上がらないと。こうやって仕事が任せられない結果、毎日イライラしてなんかカリカリしてるような、そんなイメージ。皆さんはこういうことで悩んでいないでしょうか？もしも任せ上手だったらどんな状態か。部下が仕事をどんどんやってくれるので、上司としては時間ができていきます。もっと教育ですとか改善に時間が使える。そして新しい分野に挑戦できる。よく仕事を任せた後、自分の仕事がなくなったら何すればいいんですか、そんな風におっしゃる方いるんですけども、新しい分野に挑戦ができるんですよね。ビジネス人生において同じことをずっとやってるわけにはいきません。新しい自分の強み、柱を育てていく必要があります。今やってる仕事、それを早く誰かに任せて誰かができるようにする。それで自分は次のステージに行く、新しいステージに行く。自分は何をやったらいいだろうか、そういうことを考えるにも時間がいるんですよね。なので今やってることの改善ですとか教育、そこに時間を投資してさらに自分の時間ができる。それによって自分の次のチャレンジが見つかってくる。そうして部下が成長して部門の成果がさらに上がると。もちろん会社からの評価も上がります。どうでしょうか？毎日ウキウキワクワクしているような、こういうイメージ、雲泥の差ですよね。仕事を任せられるかどうか、これによって10年後のあなたの未来っていうのは全く違ったものになってくる。これは間違いないことですよね。ではなんで任せられないのか。何でも一人でやってしまう人の特徴、ズバリこれなんですね。今月思考、将来よりも今月を優先してしまう。この今月思考こそが何でも一人でやってしまう人の特徴なんですね。主に4つのパターンがあります。1つ目は今月の業績を優先するパターン。今月の業績を最大化しようと思えば、あなた自身がプレイヤーとなって育成や改善に時間をかけずに業績の獲得に走る。なぜなら部下の育成をしてもすぐには業績が出ませんので、まずは今月の業績を上げなきゃいけない。これは仕事が任せられません。2つ目は今月の仕事の質を優先するということ。何かプレゼン資料を作ったり、提案資料を作ったり、企画書を作ったり、サービス業だったら料理を作ったり、接客をしたりとか、そういう仕事の質、これをですね、誰かに任せてみたら仕事の質って落ちますよね。自分がやった方がはるかにいい質ができる。例えばお客様からクレームが来て、クレームの対応する、この対応の質というのも部下に任せたら、そこでさらにクレームが大きくなるかもしれない。会社の損失が大きくなったり、会社の利益が減ったりする。今月の仕事の質にこだわると、これは仕事は任せられません。3つ目のパターンは今月の労力の少なさを優先するということ。自分がやった方が早いし、労力が少ない、楽だということですよね。やっぱり人を育てる、育成するというのは手間がかかります。労力がかかるんですね。その労力を惜しむがゆえに、教えてる場合じゃない、今それをやってる場合じゃないというふうに仕事を任せることに労力を割かない。4つ目のパターンは今月の申し訳なさを優先する。仕事を任せることが申し訳ないと思うパターンってあるんですよね。自分がやってる仕事、これは本来自分の仕事であって部下の仕事ではないと。それを部下にやってもらうことは申し訳ない。今目の前の部下を見たら、部下も忙しそうにしてる。その部下に対してその仕事を振るということは、なんか申し訳ないな、だから仕事が振れない、任せられない。これも非常によくあるパターンですよね。さあこれらの特徴っていうのは皆さんのある強みに原因があります。あなたの責任感と優しさが原因なんですね。今月思考で仕事が任せられない人というのは、間違いなく仕事ができる人なんですよね。自分がやった方がパフォーマンスが高い、自分がやった方が業績が上がる、質が上がる、労力がかからない、こういったことができるっていうのは仕事ができる証拠ですよね。皆さんプレイヤーとして仕事をしてきて成果も上げてきた。だからこそ部下がついて部下の育成責任を負っている。用意どんで仕事をしたら皆さんの方が圧倒的なパフォーマンスがある。これは事実だと思うんですね。だから皆さんは責任感があるんです。仕事で成果を上げたい、結果を出したい、いい質を提供したい、この責任感があります。かつ仕事を任せられない、お客様にとってもその質が落ちる、部下にとっても仕事の量が増える、そういった優しさがあるんですよね。皆さんのこの責任感とか優しさ、これをどこ
こに向けるかっていうのが重要なテーマなんですよね。ですので仕事が任せられない人からの脱却方法、これはですね、将来を見据えたらどっちが成果が上がるでしょうか。成果も上がって労力も減っている、まさに任せるべきだと思いませんか。